0.02mm か 0.01mm か、それが問題だ。やっぱり薄い方がいいのかな。でも 0.01 の差なんてもはや合ってないようなものなのでは。だけどこうして売ってるし、値段にも差があるし、やっぱり明確な差があるのだろうか。わからぬ。こういうのはやっぱり実際に試してみないことには何とも言えないか。両方買ってみようかな。でも両方買って試せるかな。3個入りが2つで6回か。そんなに私持つかな。とりあえず買ってみればいいか。そういえば男の子の射精ってどれくらいまで OK なんだろう。ま、なんとかなるか。2回くらいならいつも余裕っぽいし、2回がいけるなら6回でも同じでしょう。よし、決めた。2つ買おうっと。